こんにちは、吉澤です。今日はこのサバイバルブランケットを使ってタープを作っていきたいと思います。このブランケットなんですけれども、表と裏で生地が変わってまして、こんな感じになっています。四つ角に、ハトメが打ってあります。ここに紐を通して、タープが作れるようになっています。使うのはこのブランケットと、あと何も使えるパラコートですね。これを使って、タープを作ります。今回そのタープを作るにあたって、ブランケットと、パラコート、それ以外にペグが4本、必要になるんですけれども、今回ですね、この現地で、調達しようということで、手頃な枝を これから探していきたいと思います。例えばこんなぐらいのサイズが、だいたい20センチぐらいの長さですかね。で太さは1センチ以上あれば安全だと思います。こんな感じですね。で今拾ってきた枝をですね、ちょっと整えて地面に刺すので、先の方を尖らして、こういう余計な枝を切ってですね、整えて、ペグの代わりに使っています。こんな感じで先を尖らせました。ちょっと余計な小枝ですね、そういうのも払って、使えるようにしました。次にですね、設置の場所なんですけど、大体このぐらいの幅ですね。自分の両腕を広げた長さよりももう少しこのぐらいの間隔がちょうどいいかな。ここにタープが入っています。この高さについてはですね、いろいろあるんですけれども、今回は自分の目の高さの位置にこのトップを持ってくるようにやっていきたいと思います。ではですね、ロープが張り終わりましたので、これからこのシートを広げて、ここに貼ります。高さ的にはこうかがんだぐらいの高さですよね。いかがでしょうか。